はい、こんにちは、アキボーこと秋広です。今日はね、じゃじゃん、見てください。宅配ピザのドミノピザさんに注文して、こんだけ4つ頼んでしもたんやけれども、何をやったか言うたら、僕もちょこちょこドミノピザさん宅配の注文するんやけれども、ピザの生地、僕いつもふわふわの生地が好きでね、レギュラーしか注文してなかったんやけれども、ずっと気になっとったんが、他のピザの生地ってどんなんやろって思ってずっと気になっとって、で、調べてみたらね、一応大まかには4種類あるんやって。普通のやつと、なんかチーズがくるんでるやつと、で、サクサクのやつと、で、なんかそのサクサクにチーズ挟んでるやつで、厳密に言うたらね、そのチーズ挟んでるやつはシングルとなんかダブルがあるんで、まあ正確には5種類あるらしいんやけれども、まあ今日は一応大まかな部類の4種類いることで、その4種類食べ比べしてみたいと思います。ということで、こんだけ買ってきたんですけれども、早速やってみましょう。はい、ということで中身取り出してみました。こんだけ4種類ですね。でね、一応何種類あるか言うたら、まずチーズンロール言うてね、これなんやけれども、パン生地のね、この耳の中に、この耳ね、こっちの方が見やすいかな、こんな耳になってる、ね、この中にね、チーズが入ってんね、それがチーズンロールですね。ほんで、これが一番オーソドックスなレギュラークラスと言うて、普通のパン生地のやつね、こんなやつ、こんなやつね。で、次がウルトラクリスピークラスと言うて、よくイタリアンとか普通の店行って出てくるパリパリのピザありませんか、カリカリのピザっていうの、こんな感じ、こんな感じね。ほんで、その生地に、なんていうの、チーズを挟んでるやつ、これミルフィーユっていうんだけども、それがこんな感じやね。なんかトロッとちょっとしてるけれども、ややパリパリ風みたいな感じ。ちょっと全部一個一個食べてみましょうか。まずはね、じゃあこのチーズンロールね、見てもらったらこんな感じ、こんな感じで、裏がこんな感じで、この耳のところにね、チーズ入ってるでしょ、こんな感じね。で、持った感じはね、やっぱり柔らかいわ、パン生地みたいなんで。ちょっと食べてみるね。なるほど、ちょっと耳のとこも食べてみるわ。なるほど、ね、普通のここの何時のこの具の乗ってるところ食べるやんか、ならほんまに普通のパン生地にやってるピザと変わりないわ。ただね、この耳かじるでしょ、ならね、トロッというよりもどっちかだ、ドロッとまではしてないけど、柔らかいクリームチーズあるやんか、あんなんがこの耳に入ってるような感じ。ちょうどね、今かじったらこんな白いのになってるけど、これチーズやね、この耳のところが。だからこの耳のところにそのクリームチーズっていうのかな、なんとなくそのドロッとまではしてないけど、ちょっとトロッとしたようなチーズが中に入ってる、耳の中に。うん、なんかチーズ好きな人はいいと思うわ。で、次、これがレギュラークラスと言うて、普通のやつね、こんなやつ、耳もなんもないやつ、普通ですわ。で、これちょっと食べます。ちょっと耳も食べてみよう。ね、このさっき食べたチーズンロールほどはパン生地っていうパンにはなってない。ただそのよく、なんていうの、イタリアンレストラン屋さんで食べるパリッとしたところまではなってないけれども、一応ちょっと、パリよりはちょっとパン生地が入ってるかなっていう感じで、耳には特に変わりないです。まあまあ、ややちょっとこう、なんていうの、カリッっていう感じで、ちょっとまあ焦げが入ってるかなっていう程度で、次がなんじゃ、ウルトラクリスピークラスと言うて、要はサクサクの薄手の生地らしいわ。こんなやつ、もうほんまにパリパリの 薄手の生地ですわ、こんな。で、これだけね、なんか切り方がね、普通のピザと違うて、こういう風ななんか四角に切って出してるらしいわ。うん、なんでか知らんけど、取りにくいからかも分かんないけどね。で、ちょっとこれ食べてみるね。ミミも食べてみるね。これはね、ほんまにパリパリのピザっていう感じ。この
具が乗ってるところもこの耳もパリパリっていう感じ、うん、ほんまにイタリアンレストランとかで出てくるあのパリサクっていうあのピザ生地やね、うん、でその生地になんかチーズを練り合わせたやつが次のこのミルフィーユやつかな、こんなんらしいやねんけどね。でこのミルフィールはこれ普通のミルフィールやねんけど、なんかダブルで挟んであるやつはなんかダブルミルフィールかなんか言うて、これがなんか2種類あるみたいやねんけども、厳密に言うたらあの5種類やねんけども、大まかに言うたらこの4種類ね。っていうことでこのミルフィールやつがねこんな感じやねん、こんな感じでこんな感じ、やや持った感じもちょっとパン生地に似てるかないう感じやな。ちょっと食べてみるね。ちょっと耳も食べてみるね。あのねやっぱりね、このパリパリの生地あるやんか、これにチーズ挟んでるだけで、あのどっちか言うたらこの普通のレギュラークラフトにね近いような食感で、なんかパン生地みたいな食感になるわ。ただねそこにあのチーズが入ってるから濃厚なチーズっていうかな、このピザにもともとチーズかかってるやんか、でもその下の生地にもチーズが挟んでるからダブルでチーズの味してね、あのよりチーズの濃厚な風味は味わえる。でやっぱりなんていうかな、一番パリパリなのはこのあれやわ、ウルトラクリスピークラストっていうやつがもうパリパリ、もう耳があるところもこの耳のところもパリパリで、どっちが言ったらねこのなんていうのミルフィーユとレギュラークラストはね、食感似てる、うん、どっちか言うたらややこのミルフィーユの方がチーズの味がややするかなっていう感じで、で耳の方だけはねこっちのレギュラークラストの方がちょっと分厚い感じで、こっち側はそのウルトラクリスピークラストをやってるからやっぱりやや薄い感じやねんな。でもそんなに食感は変わらん。どっちか言うたら明らかに分かんのはかじった感じのこの下の生地が、あの同じような食感やねんけど、ややこっちのミルフィーユっていうやつの方がチーズ風味がする。で一番パン生地に近いっていうかな、あのパンピザっていうんかな、ピザパンっていう感じがこのチーズンロールよ。このね下のところもそうやし、この耳のところもほんまふわふわいう感じだから、一昔前はあれちゃうかな、レギュラーがもうちょっとパン生地に近かったような気するんやけど、なんかこうやって食べ比べたら、あの昔からやってるこのレギュラーがね、ややどっちか言うたらパリパリの方に近づいたような気はする。で昔のパン生地をよりパン生地というんか、そのパン生地にちょっとこのチーズを練り合わせたのがこのチーズロールみたいな。だからふわふわのもちもちのパン生地が好きな人はこのチーズロールが正解やわ。でパリパリでもなんていうの、どこかじってもサクサクのピザが食いたいう人はこのウルトラクリスピークラスト、うん、もうこれやわ。でそのなんていうかな、あんまりパン生地みたいにもちもちでも嫌やし、であんまりパリパリっていうのも嫌やったらこのレギュラークラスとか、ミルフィーユか。でこのこれのどっちか言われたらね、そこをどこで決めるか言うたら、あんまりそのチーズしてなくてもいいよっていう人やったらレギュラーでいいと思う。でやっぱり何でもチーズが欲しいなっていう人やったらこっちのねミルフィーユの方がいいと思う。まあ言うてもそこまでチーズの濃厚な味はせえへんねんけどね、その食感の何て言うかな、食感はよく似た感じだけど、風味的にねやっぱりミルフィーユの方がパリパリのあの生地の下にチーズ挟んでるから、やっぱりその部分が柔らかなるやん。だからおそらくパン生地に近づいてると思うから、これとこれってよく似た風味になると思う。まあそんなんで一応今日は生地4種類比べてみたんやけども、見てる動画の視聴者の方も多分気になってはったん違うかというでもね、4種類まとめて4つも頼むわけにいかんやろから、1回1回ね食べ比べとったと思うけども、でもその違いやるからちょっとなかなか難しかったんじゃん。ということで、まあずっと気になっとったんで、今日はその違いを動画にしてみました。ということで皆さん、次回ドミノピザ注文される場合にはご参考にされてはいかがでしょうか。ということで皆さん、コメント、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それとよかったら Facebook と Twitter もシェアお願いしますね。